どっち？こっち？おーっと、こっちだった、本当に。まあまあまあ、待ってね。盾をさ、ちょっとここは、そんなにゲルムじゃなくて、もう盾3つしか持ってないけど、万竜が魔法75。え、魔法カットの高い盾を、ここでできたっけ？アイテムボックスあるね。ちょっと、盾を見ます。ここだっけ？あれ？盾？あ、ここか。盾は盾で分かれてるか。ちょっと待って。どれで見ればいいんだ？え、分かんねえ。取り出さなきゃダメ？な、ぽいやつ取り出すか。たわしとか無理でしょ。大輪の怪盗シード、豚なんて無理だよね。黒銀、古竜院の盾、これちょっと魔法防御高そうだな。どれだ？古竜院。全然高くなかった。え、アイテムボックスから見れないの？性能。三角、いや三角、攻撃力、重量、カット率。あ、カット率ってでもさ、物理カット率で並ぶでしょ、多分。いや、見れねえわ。いや、ちょっと全部引き出そう。もう連打してれば引き出せるから。これで見ていくのが一番早い。あー、これ80。黒銀か。今のところ黒銀だな。魔法カット率高いだって持ってねえや。持ってねえ。黒銀出すか。黒銀でもな、普通のあれも80なんだよな。これとこれだけでいいや。じゃあしまいますと。待ってね、これいらない。万竜はね、持っておく。ペイトはいらない。生殖もいらない、いらない、いらない、いらない。たわしもいらない。蛮族もいらない。古竜もいらない。蒼竜もいらない。で、ガーディアンシードはいる。ゲルムいる。青、豚、これ。よし。では、こっちにさ、ガーディアンシード持っても大丈夫だよね。うん、大丈夫。じゃあ、これで。てかさ、これなんかぶっ壊れてね、この盾。あ、なんか欠けてぶっ壊れてんのかと、かと思った。スリーはやりますか？やりたいはやりたいよね。復活してるや、そういえば。よし、ガン盾で、近づいて、ドン。近づいて一発で倒したいな。ガード、もしガードすればまあまあまあ大丈夫か。じゃあ縦切りになっちゃうから。ん、またいた。あ、いないか。ダクソ3はねガチで分かんない。ちょいけると思ったらいけなかったし、あいつが近づいてきてるし。待って待って、ソウルの槍に行って行って行って、待って、いや、やばいよ。やばい、危ねえ。ちょ、やべえわ、ここ。エスト飲まして、はい。ティッカー一発で出せなかった。いや、魔法に弱いんだよね。てかさ、石のところ行けばよかった普通に。ダクソ2、え、こいついるんかい。ダクソ2はだからプレステ3で一応溶鉄城まで行って、溶鉄デーモンまで諦めたじゃないですか。そういう経緯があるから、多少はなんとなく完全なる初見ではないからね。ダクソ3はね、完全なる初見だから。あの動画も全然、ちょっと待って、盾変えたらさ、超やりづらい。いて、こいつに苦戦するとは。もうし、基本初心者やっぱガン盾になるよね。エスト使いまくったけど、こっちの個数も増えてるんで、
あれそもそもさ、立って見て、あ、いきなり出てくるね。見て、いて、ちょ待って、邪魔なやつがぶっ倒していこう。痛い、しかも出血、いて、やべ、ちょ、超やべえ、これ。ま、ここにもいるのかよ。わかんねえ、待って、わかんねえ。逃げろ。痛い、痛くない。あ、来てる。待って、来てる。もうあと、来て、行って。なんだここマジで。あそこにさ、オーガみたいなのもいるし。いや、結局魔法だけじゃないね。魔法だけじゃないから、ゲルムで行こう。ガーディアンシールドも一回外して、安心と信頼のゲルム。さて、で、こっからどう行くかだよな。しなし出てきた。このさ、水の中、あ、いた。今見えた。水の中から出てくるこいつも何気に鬱陶しいからな。いるな。なるほど、歌はここまで届かないのか。あ、行って。その、見えないところからさ、魔法が飛んでくるからさ、これこのまままっすぐ行けないの？こっちの方。死んだ引けなかったやはり俺の考えは甘かったか。突っ切っていけるかなって思ったら全然いけなかったです。また多少やっぱり排除しながら行く必要があるね。落ちるよ。結構さ、射程が広いんだよねこいつ。落ちた。でしかも近づくとさ、槍撃ってくるからさ、ソウルもね。で、あと水際に行くと、あのなんだっけ、ゲッ！今度はここの喪失者はちょっとやばいよ。しかもあいつ死んでねえし。ちょっと待って、どこに出てきた喪失者。いた、来た。ちょっとここで戦おう。カマ持ってんな、この喪失者。相手弾かれる。てかさ、これ盾貫通する？そんなことないか。さっきスタミナがなかったのか。ガード分のスタミナ残しとかないとね、使い切るのは。いった、やっべ。なんだよもう魔法。遠距離戦か。遠距離でチクチクやるのか。ここちょっとハマりそうだな。アマナの際な。割とうまくいってたのにな。そんなにハマること。あ、こいついるんだった。あ、階段でなんか持ってる。こいつ人の像持ってんだよ。かなりうまい。使っていこう。溜まってきてるかな。回収、いや回収はちょっといい。先に魔法のこいつを倒す。で、こいつも倒す。で、柱に隠れよう一回。喪失者は今回は出てこないかな。で、こうでしょ。これ上行けないのかな。ちょっと試してる余裕がないよね。あそこに埋もれてるやつがいいな。一回柱の影に隠れて、やり過ごして、いや、後ろにもいる。ちょっと待って。痛い。
や待って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 、言い過ぎでしょ。よいしょ、ちょっと待って、マジで一回一回撤退する。しかも足場、行って足場が悪い。でこいつもいたんだ、忘れてた。いやきつい、ここほんときついわ。錆びた鉄輪みたいなのないの？いや持ってないからしょうがないんだけど、ライクロじゃなくて、じゃあちょっと竜騎兵装備するか。あとさ、ちょっとさ、弓のさやり方がさ、ダクソ1と変わってるからさ、ないかそこら辺は。ジャンプもね一応変えられるんだけど、俺はこっちの方がやりやすいかな。弓ちょっとこっち出るとさ、なんか敵いなかったっけ、大丈夫か。まずここでもうね反応してくるからね、索敵範囲広すぎでしょう。こいつもまず近接で倒す、近づいて、でここまではまあまあまあ大丈夫だと。でこっから先、そもそも敵の位置を把握しないといけないから、一回そうだ忘れた、あいつがいるから。いやここでも反応するからな。いや、ま、魔法は鬱陶しいわ。いて、どっちだ。え、ここここ一回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 微妙に追尾してくるね。で、ザコはここで処理しとこう。よし、でここ一応安全地帯。ここ登れないのかな、気になる。じゃーん、で余計なダメージを食らってしまった。もう一回、じゃーん、無理だ。壁を背にしよう。ここだな、ここで邪魔だから。いて、ちょっと顔出すだけで当たるな。登れますよと。あ、本当？ちょっと待って、登ってる余裕がない。じゃ1発目が終わる前にさ、もう2発目を打ち始めてるからね。ドン、で、で壁、なんか左にも敵いない？まあいいや、ちょっと1回こっちで、こうジグザグに行く必要がある。でしかもさ、近づくと槍に切り替えるっていうところが、またこの中にいるんだよね。どこだ、いた、ちょっと待って、槍を打たせて、ドン、いいね。あいつも気になるな、なんかアイテムあんのかな。上にアイテムある、ちなみに。登った先見えない。ヒットポイントは回復しておこう。4か。あそこなんであいついるの。いけそう、なんか守ってそう。なんかあの奥いけそうだよね。ちょっと魔法来てないから、ここグレクラにしてあいつぶっ倒す。なんか行ってさ、落ちて死、あー死んだ、マジかよ。超いや、ひでえ、マジひでえ。すげえ罠だ。いや、もう次は死なずにここまで行く。ヒットポイント的にはまあまあまあ大丈夫。もうあいつのとこ行かない。超騙された。呪縛者、呪縛者いいな。まずはこいつ倒す。近づいてドン、でこいつももう近づく。
近づいてドン食らってしまった。で、あれが来るから、いや来ないね。獣が来るかなと思ったけど、一回獣を誘い出す、あの邪魔になるから行った方がいいと思います。本当にいいアイテムがあるの信じるよ。いった、見づらしまった。呪縛者みたいにさ、月をやりたいんだけど、ないなあの呪いの月。よし、来た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 。ガードしてもね、出血の蓄積が溜まっちゃうから、あいつか。次は撃たせて、これ食らっちゃうんだよね、ここ後ろのやつに。よし、かわした。で来るから、あんまり信じないでマジでダブルで罠。これもう次死んだら人の像だな。で結構これ直線的なんだよね、動きが。ちょっとこれ後ろからも追撃が来るからね。まず左でこいつを倒して、軸ぶらしてればまあ当たんない。でもさ、これ向こうに行けないっていうか、行く道が分かんないのよ、ルートが分からん。これさ、女の人なの？いや、ソウルはもう回収しない。え、端っこ通っていけばいけるかな。これ気になるよね、回廊ありますよって。いや、見ても分かんないんだよね、これ落ちるか落ちないかって。これは大丈夫そうだよね。ここは大丈夫。あれ、ここそもそもあれじゃん。あ、そういうこと。1対1か、狭いな。グレクラで行こう、正々堂々とグレクラで勝負。お、この槍珍しい。ドン。あれ、これよく見れば竜騎兵じゃん。あの今のさ、ごっつい人だと思ったらさ、また雑魚となり下がったか。でも竜騎兵がいるってことは、なんかそれなりのアイテムが期待できるね。来て、やばいやばいやばい、飛ばされた。狭い狭い狭い、やばい。てか動きがあんまり行きすぎると別のやつの射程に入りそう。2まで3があるんだよな。ちょっと動きが遅くてバッシュを回避できない。1 2 3 4、1 2、あ、これバッシュ来そうだな。月軸ずらして、あ、いって、バッシュを誘って回復で、やばい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 。これこっち大丈夫？いきなりさ、あいつ出てこない。1 2 3、好き、だいぶ誘ったな、こっちに。いきなり落ちて死にそうなんだよね。
切るんだな。お、小島で戦おう。動きやすいところで。よいしょ、あと一発いける？ゴリオス、もう一発かよ。いや、いけるいけるいける。1、2、ゴリオス、やった。超苦戦したけど、とりあえず倒して、あとはあれ、どこ死なないこと。あ、これね、これ。いやー、よかったよかった。いや、あんまりナイスではなかったね。ちょっと泥臭い戦いだった。これ大丈夫？あとここ、すげえ死体を見ながら行こう。落ちてるか、この人かん、いや、吹っ飛ばされてる。あ、あそこ大丈夫だな。あ、大丈夫そう大丈夫そう。ここも大丈夫だね。じゃあ、イエーイ。あれ、なんだこれ、開かないよねえ、開かないんですけど。松明あれば見やすいですって。あと開かないんですけど、ここ来たけど、単に開かないって言ってる。開けてよ、帰ろう。いや、ちょっと分かんないから帰ります。とあるアイテムが必要です。竜気兵でも復活しない？復活しないんだったら、まあ先に倒しておくっていうのは全然ありなんで。もう一回あげたいよね、自爆ちゃん、レベルを。あって何なんか見過ごした？この中とかリスポンはしない。で、こっちとかまた落ちそうだな。なんか落ちるポイントとさ、落ちないポイントが分かんねえ。でもここ松明は無理だよ。雫石だ、こう。ちょっと待ってね、ここは、いや、全然別に大丈夫です。こっちを使っていこう。回復量的な問題で。で、あそこにいるな、あの王が相手にしたくないな。こっちからいけんのか、落ちたらやだな。軸ずらして、おい、来てる。いや、こいつも来てるか。よし、動いてればだ。あれ、ここ、あれ、また小屋。あれ、何これ。松明に火をつける、火をつけられるポイントか。こっち行ったよね今。あれ違う、する術。これは、あ、古びた雫石。ここはなんだ、安全地帯的なやつ。あっちにもアイテムが見えるけど行きたくない。あれ、動いてる、あいつ探している。霧がある。ちょっとアイテムとかも見えるけどな、2、3体見えるね、敵。まずここに1体でしょ。で、あそこに1体見えるのと、奥に、切り前に1体見える。少なくとも。だから、後ろから、スピードると厄介なんで、硬い、こいつ。グローブ。これは S と飲むでしょ。ライフライン維持工事。いや、ライフラインは大切でしょう。人の生命に関わることだから。じゃあ待って、1、2、3体いるな。一回柱に隠れよう。待てゴリ押して霧に入るって。霧に入ってる間にさ、食らうんだよね。これは、ちょっと待って、こっちはダメージが当たるけど、魔法は通らないっていう位置を少し探そう。ここら辺。あ、なんか来た。
あ、来てないか。ここ。いや、無理だな。あっちの敵しか当たんねえ。こいつ、つくとさ。いや、無理だな。いや、無理だ。行った。いや、待って待って待って。動き出すぞ。いや、大丈夫だな。これいいな。あと、いざとなればさ、鷹の指輪持ってたよね。まあ、火力は全然ある。火力は全然あるからいいや。気づくか？気づいた。しかも結構、結構早い。あれ、待って待って待って、おかしいおかしいおかしい。え、なんどっから来る？すげえ回り道してんのか。いや、こいつ、武闘派か？体力が割と高い。こいつなんで回り道してきたの？落ちるとか。こっちなんか、これがある。いけ！あそこにもいいんじゃん。気づかなかったけど。あれ、あそこも行けそうだな。ツタがある。来る。あ、来るね。武闘派でも楽だな。魔法、唱えてこないから。ブーツ。え、奥行ける？え、またいるんだけど。これは魔法か。よし。このし、オーガが見える。結構嫌いなんだよね。どうしようかな。弓で狙えるかな。この隙間から。OK、回復させる。回復させて一発。あ、大丈夫？二発。来たね。ドン、すげえ。どうぞ、たっけえわ。あ、帰ってく？あ、こいついいな。ここら辺、ケツ、ケツ。当たんねえ。あれが短い。索敵範囲が短い。あ、これはいいな。弓って結構スタミナ使うね。で、ああ、帰ってった帰ってった。あ、いいぞいいぞいいぞ。あ、来る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 と思わせてこない。あ、ここだな。よし、ここだ。決まった。もう恐れない。え、来たよ。あ、危ね危ね。もう恐れないとか言ってさ、やっぱり近づいてくると怖いわ。で、お、あそこにアイテムがあるね。歌い手のドレス、生命の岩、プラニか。プラニは結構増えそうだね。プラニ系の指輪が出てきたか。あと歌い手のドレス、弱そうだけどね。あの歌ってた人のコスチュームだろうね。正気を失った歌い手のドレス。え、正気失ってんの？物理的な防御力は皆無。術に対する抵抗は高い。あ、術よね。大いなる使者より歌を授かった。彼女たちは祠の概念が、え、何て、祠じゃなくて何？ちょ、見えない。ちょ、着てみよう。なんだこれ。気持ち悪。あそこに帰ったら来よう。マデューラへ。で、ここら辺もだいたい倒したよね。ちょっと死にたくないんで陸に上陸しよう。で、奥に1体見えるけど、あいつはもうこのまま行こう。な、左とか行けそうだな。げ、2体いるじゃん、よく見れば。いや、待って待って待って、激しすぎる。お前ら、ちょ、待って待って、強靭削りが半端ない。やばい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 。いや、追ってくんな。
やばい、ちょっと待って、あ、来てる、オーガに発見されると、このままだと早いんだけど、そもそも。いや、しかも魔法持ちいるんか。行って死んだ。二人いたか、ここまで来て、ここまで来て死んだか。またこっからか。ちょっとゴリ押しルート。いや、ちゃんとやこう、いつか枯れるからね、倒していけば。あ、そうだ、こいつ行ったんだ。見て、ケツに当たると超食らうな、これ。少しタメが入るんだよな、横投げが。この一瞬、これがね、割と致命的になる時がある。あ、倒せない。飛びすぎでしょ。ただ減った。待って、いって、当たんね。死んだ。いや、ほんと厳しい。溶鉄城の悪夢を思い出すね。枯らしてから行く。溶鉄城枯らしてから行ったからな。横にずれてれば大丈夫。で、やっぱりこいつらだ、こいつらちゃんと倒そう。どこで出てくるんだか分かんないんだよね。いつの間にか来てるから。もう一体出てきてて、食らうのかよ、ここ。きれいし使おう。ここら辺で目一体出てくる。あいつか。こいつだ、こいつ。こいつもいた。で、やばい。しかも当たりどころが悪いと、だって倒せないんだよね。剣のどこに当たってるのか分かんないけど。いや、ちょっと待って、ここ、とりあえず安全だよね。人の像使おう。意外にこの量は厳しいからな。で、これもかわして、かわして、ドンして、いや、無理だ、かわせない。当たっちゃったよ。あれ、縦そびしてねえじゃん、よく見たら。セットン。で、こっちから来るから、先にこいつを始末します。あれ、リュキエいない？リュキエいるじゃん。また倒さなきゃダメ。竜騎兵はもう大丈夫。あの橋で戦った方がいい。橋は意外にね、足場がいいから。で、こっから先が問題なんだよね。で、まずあいつ見つかんない位置で、こいつを倒します。逃げよう。このここだったら食らわない。で、こいつを
確実に倒す。よし、で一回逃げよう。これここにかがり火あってもいいんじゃない？それくらいきついよ。綺麗な雫石も何気に減ってんな。ゴリゴリ使うんだったらやっぱり雫石か。一回回復して、この中はサインがある。シュミエット呼ぼう。お前大丈夫か？弓か、頼んだぞ。孤独な狩人。で右はもうちょっと無視だな。左で、あいつは武闘派だから援護攻撃さえなければ大丈夫。よいしょ、2発。あ、どうも。もう毎度毎度お疲れ様です、本当に。でこっから先だよね。ちょ、お前何してんの？ここ、この位置。左のやつから狙っていく。あ、この位置当たるな、よく考えたら。じゃあ、ちょっと待って、登れねえんだけど。ちょ、待って、ちょ、登れない。そういうこと。行って。まず、雫石。回復しながら。え、ガチで登れねえんだけど。え、こっちまで来なきゃ登れない。だからあいつ回り道してたのか。武闘派交流員。ここは？シュミレット死ぬんじゃねえ、あいつ、このまま。あ、でも減ってないね。これ調整が難しいんだよね。当たんね。よし、ここだ。で武闘派交流員は来るけど、まあ武闘派だから全然大丈夫なんだよね。わかる、今ならわかる。お前がこうやって迂回してくる意味が。シュミット何してんの本当に。やばいやばい、倒した。美味しいところが出てったな。で一匹ずつ釣る。もうこっから釣る、マジで。あれ装備しよう。ちょっと待ってね。最悪緑化ちょっと外して、鷹の指輪がある。弓の射程距離が伸びるやつ、これだ。これつけよう。でまずこいつ、見えるやつから釣っていこう。来るのかよ、2人来んのかよ。このうちになんか攻撃できねえかな。よし、シミュレット行け。俺はここで引き寄せる。攻撃しろ。倒した。シミュレット俺何のために撃ったんだろう。あ、ヒットポイントは減ってない。え、なんだ。あ、びっくりした。死体か。こいつ何しに来たの本当に。俺一人で頑張ってるじゃん。もういないっけ。いや、あそこに行ったらいいな。あれって反応し、え、ちょっと待って、わかんねえ。ちょっと待って、何つついてんだよあいつ。まあいいや、倒せ。出た、死にそう。シミュレットお前死ぬぞ。大丈夫か。あ、ガン立てしてる。行ってシミュレット、魔法防御耐性たっけえな。食らってるけど、え、ちょっと待って、こいつさアグレッシブすぎだろ。あ、大丈夫は？は？は？あ、回復か。まあいいや、シミュレットに任せよう。なんで帰んの、もう意味わかんねえんだけど。え、時間制限とかある？なんで帰ったの？切り前じゃん。
あの霧ボスじゃないの？あそこ登ろう。これ大丈夫でしょ。ダメそうだけど、まあいいや。誘いか。誘いはあれかもしんないね、そういえば。これなんか大丈夫だから。ご了承。え、シュビエットマジで何しに来たのあいつ。向こうさ、アイテムあるんだけどさ、ちょっとこっちが先だよね。こう、キノコ軍団。これ後ろだけ気をつけよう。追ってきてないか。まあ、一旦大丈夫。ドン。ボフってくる。後ろにローリングしといてよかった。なんかこいつそういうキャラだったなって思ったけど。あれ、サインがある。またシミュレットは役に立たないから、あいつを呼ぼう。あ、かがり火もあんじゃん。まずかがろう。最優先。また歌が。え、でっか。これ壊れるやつなんだよね。ちょっと待って、一回かがって敵復活しちゃうけど、こっち いっぱいいるな。なんか炎の、いや火や、あれを買ってくればよかったかな。その間に効きそうだよね。これ弓だな。これはマジで弓。動いてくる？あ、結構減るね。思っていたより減るわ。これでもさ、特別なソウルを使う武器、一つが限界だな。一つプラゴにしたらもう石がなくなっちゃってさ、鍛えられないよね。ここまで来るだけで、だってまだプラゴの個数足りてないから。余ってんだったらいいけどさ。抜け道、そして左があるぞ。どういうこと？狙撃ポイント万歳。え、また？ちょっと待って、マジで？いや、かがり火はかがったけどさ、またこいつらかよ。いってく、これマジ萎えるわ。しかも広い。え、めっちゃ広いんだけど。ちょっとわかんねえ。あそこのお前も隠れてるしさ。いって死んだ。いやー、ここほんと鬼畜だね。まあ、かがり火に触れたから、まあ、またちょっと死にながら。こいつ復活すんのかよ。しかも弱かったからいいものの、面倒くさいことには変わりないからな。いい矢がないんだよね。火矢って誰売ってたっけ。誰か売ってたよね。あ、なんか落とした。強力な3本つぼ。まあわかる、気持ちはわかる。さて、じゃあちょっと壁っていうか柱いってひで。あの、キノコがいなければいいんだけどさ、キノコが意外にきつい。無視するわけにいかないからね、性質上。これはもう2人倒す。で、こっからあとは弓。これでいこう。あの、いちいち狙撃モードにする必要ないわ。はい、よし。で、
だルートが分かんないんだよね。じゃあこうで次どこ、とりあえずここ安全じゃねえわ。ちょっと軸をずらさないとダメだ。ここは安全。じゃあ左のやつ武闘派か。いやあのアイテム取れねえよ。タイムつけよう。いっぱいいるね。いって無理しずくいし食いながらさ、ちょっと侵入もされるのかよ。奇妙な金泥みたいな、どこに出てきた。まずこいつで、ここは2体。いや同時に倒せなかった。今触れちゃった3人。はい、結構近づかないとドッコンできねえわ。しかもあっち行っちゃった。あ結構近づかないとダメだな。ゲッ、2匹目の竜の指は壊れたって。帰ろう。それはさすがにまずい。2匹目の竜は重要だからな。指輪は結構壊れやすいね。多分普段そんなに消耗することがない代わりに3とかに当たると壊れちゃうんだね。呪術師が火矢売ってたっけ？たっけ？Don't waste my time. 総力砕かないとこれ5個砕こう。5000、まあ、ちょうどいいくらいかな。3750か。竜騎兵の指も鍛えたいけどな。圧倒的に。あれなんだ、探求者ロイがどうちゃらこうちゃらって書いてなかった。アマナの最初探求者ロイ最後の地。いやわかるよ、ここは死ぬよ普通に。当たってんのか当たってんのか分かんないかな。ちょっと安全に行くか。またそのモードでいいや。竜騎はさすがに派生させらんないと思うからね。炎派生の弓矢でも1本作ってくればよかったかな。でこっからよマジで。多分左に行けばいいよね、あの建物を向かって。足場が、あとこいつね、こいつ索敵が広い。で真ん中のやつら多分なんだっけ、あれ武闘兵だから、こいつに気をつけよう。こいつこいつなんかジグザグに走ってるわ。とりあえずなんとかなる。金属とかいいや、いいもうお前はいい。手に入れた。ちょっと待って分かんねえ。道が分かんねえ。あのでっかいキノコの横って抜けられるかな。もうちょっとめんどくせえから全装備を脱いでとりあえず駆け抜けてみるっていうのもルート確保のために。抜けらんなそうだな。いや抜けらんねえわこれ。おとなしく倒そう。5発か。鉄の矢使うか次。ちょっと鉄の矢でもし4発とかで倒せるんだったら鉄の矢にしよう。だんだんめんどくさくなってきた。さっき左行って
どっちだ？見て。で、ここやっぱり雫石食いながら行こう。ちょっと待って、これじゃなくて、これにして、まずもう、雫石を砕いちゃう。意味あんのこれ。で、ちょっと待ってね。まずここ、ここは安全。で、考える。あっちの気もすんな。右側に見えるじゃん。いて、安全じゃなかった。ここが安全。で、どっちからも対角線。てか、あいつ気づいてねえな。釣ろう指で釣る。武闘派から釣っちゃう？二人来るか。いや、まあ、ここで勝負を決める。よし、OK。びっくりした。え、なんで、なになに、強くなったって言って、強くなったってこと？じゃ、この位置で、この位置でまず武闘派を全員倒そう。真ん中のやつってなんか食らってんだけど。え、だ、どっから当たってた？当たってるわじゃここ、あ、ここ大丈夫だ。ダメ、ここダメ、もうここそもそも気づかれてねえし、ここで弓、あいつ完全に大丈夫だな。え、回復すんのかよ。ちょっと自利品だな。まずこの状態で一気に3発撃てる。いや、撃てねえ、2発しか撃てねえ。よし、倒した。で、次こいつ、でこいつも、ちょっと待ってね、タゲできねえかな。タゲはできないか。お、ひるむね、竜騎兵でひるむ。ってことはこのままゴリ押す。よし、で次あいつ、あ、もうずっとダクソ2ですね。最初からやってあのクリアするっていうような、一応プレステ3でなんだっけ、溶鉄デーモンまで行ったんですけど、それはまあプレステ3版でそこで諦めちゃったんで、まあ次世代機版のね、プレステ4版でクリアしていきましょうっていう感じの企画です。なんかめっちゃ光ってんだけど。で、金、まだいる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 か。どこだ、遠い。ちょっと待って、これ安全地帯ないな、遠いぞ。弓を一発ぶち込めばもうこっちのもんだからな。遠いよ、そもそも俺の攻撃入んないんじゃん。こうやってあっち行けんの？柱に囲まれてるところは大丈夫か。アイテムあるし、光る。もう一体来なければ、ちょっと待って、あの光ってるやつらは発見されると鬱陶しいから、これ外行くとやばそうだな。今あいつに発見されてる。こいつきちっと処理して、アイテムはかなりいっぱいあるんだよね。すげえ罠っぽいけど、どうする。ちょっとここまで来たら人の像使おう。人の像を使って雫石で回復。あ、そうなの？ダークソウル2やっぱ結構人気だね。なんかみんなリマスターとかの無印の方やってるかなって思ったけど、意外にね、みんなやってるんですよね。いや、これさ、危ないけどさ、あー、竜の骨、これはいいな。え、ここら辺ってなんか死にポイントがわかんねえんだけど。
あ、両人剣。ちょっと待って、もう調べてるよ。これなんか良さそう。場所的に。いや、大したことねえか。あれ？取れない？え、逆から行く？落ちないよね、これ。怖え、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 怖え。あ、追尾の塊か。追尾の塊はいいね。魔法使いにとっては。こいつね、人の像持ってくからね、かなり美味しいよね。あと、金泥が来るんだよね、ここ。一応、こいつも倒しとく。あれ？いなくなっちゃった。で、この柱の中はとりあえず大丈夫か。あと、どこまで行くと死ぬかっていうのが分かんないんで、あのアイテムとかね、取りに行きたいけどな、先に進みたいっていうのが、どちらかといえば強い。松明灯してこよう、もうここで。かがり火にはかがらない。あ、あとこいつか。勇猛なるフェリシア、呼んどこう。最近よく分かんない人たちが多いからな。役目を果たして帰りましたって、もうすぐ帰ってくから。フェリシアは初だね。初めて見る名前で。松明でかが、え、これ左はまずいね。あ、左落ちるね。緑化とあれだけか。あ、これこの先落ちるんじゃん。この上いける？え、足滑らせたらダメでしょこれ。ちょ、怖えから。これここは落ちる。松明だと全然違うな。敵はまあなんとなく処理したから、これここも死ぬっしょ。だって、あ、この外側は死ぬね、あんまり行きすぎると。あ、この外壁までだ。あれ、こいつ生きてる？あ、生きてる。お前死ぬぞフェリシア。あ、死ぬ、死んだ。超いらねえ。お前フェリシアの後を追って、お前も行け。松明でガードできるっちゃできる。フェリシア、あいつの存在意義は何だったんだ。で、もうここは完全にこっちか。じゃあここも危なかったね、端に行ってなかったら死んでたから。やっぱり順路としてはでもこっちなんだね。来るか、フェリシア。生かしておきたかったけど、出てきたらちょっと松明しまいましょう。来た。ちょっと待ってね、こいつはまず始末したい。いって闇魔法？でもあんまり食わなかったね。直撃してないからか。落ちろお前。あ、こっち落ちない。落ちろお前。いや、槍撃ってる。いや、落ちないかな。いって、やべえな。いって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 、いや無理だ。うわー、あれ、キッドの死んだ。あ、違う違う、帰ってったんだ。またここか。溶鉄城の悪夢だな。いや、でも時間をかければいけそうなんだよね。で、ポイポイと。そうだ、これ徹夜にするって言ったけど、まあいいや。ここまで撃っちゃったかな。ドンでしょ。さて、地形はなんとなく把握したから、
あとは当たらない位置、ここここ大丈夫だね当たらない位置、ここから狙撃。ずれると当たっちゃうから回復、あ、多分範囲回復か。で、いって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 、なるほど、あいつが範囲回復してるんだ。だからこの位置で、この位置大丈夫だよねこの位置で狙撃で、まず1、2、3で、スタミナを回復させて、いって食らってた。マジか、気づかなかった。狙撃してると気づかねえな。徹夜だな。徹夜50分くらいあったっけ。火力の違いをちょっと試そう。もう鬼畜すぎるよ本当ここ。で1272、あれどんくらい違う。213、60くらい違うか。どうなんだろうね。早く突破したいんだけど。でもう一回待ってね。まず位置取り、ここはまず一旦大丈夫で来るから。でスタミナを蓄えて、もう動かない、動かないでドン。いって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 、であいつは回復、なんか来た。行った。いや、鬱陶しい。で、おびき寄せて、盾で構えてんな。なんだあいつ。めんどくさいことになった。筋肉を倒す。あ、倒した。よし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 。あいつはもうガン盾になっちゃったから、こいつで、ここここもうちょっと右、顔だけ出して、もうちょっと右、まだダメか。かすめるように、かすめるように撃つ。よし、いいね。あれ、こっち一回当たれば、あ、ひるむね。そうそう、ひるむんだよ。大丈夫、よし。あいつまだ盾構えたままだな。で、ここ次こいつで、こいつも顔出して、ここ大丈夫そうだな。あ、でも俺もダメだな。いや、これ俺も食らうよな。あ、食らうわ。ただ合流そう。あ、いけるいけるいける。このタイミング、このタイミング。あれ、ちょっと待って。よし、雫が7か。あいつどうする。ちょっと邪魔そうだから行くか。あと後ろにいたな。しまった、忘れてた。いや、もう少しだけど、さあ、痛い。やばい。ちょっと待って、柱、テイスト。これ、もうマジであいつ撃ってほしい。で、この、
っから行ける？いや当たるけどちょっと、あまず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 、よし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 、ゴリオス倒したね、倒した。これちょっと邪魔だから取っとこう。あ、雫石いいね、古びた雫石か。でこいつもうさ、あれ全然ダメだった。結構強靭高いんだよね、交流員のカブト、武闘派のやつで、金泥が出てくるけどもう速攻で駆け抜けよう。もうこんなやつ相手してらんない。はい、もういい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 、ここ入ります入ります入ります。はい、ガチャ、ちょっともうちょっともうちょっとで閉められる、ここ閉める、ガチャ、はい、さようなら。開けてくる、開けてくるんかで霧か、来んのかキンドル、お前もうソウルのやつ逃げんだよな。あ、帰れ帰れ、もうお前来てる。ってちょっともうどうにもなんねえな、怖い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 。よし、ここここ回復、よし一発、ちょっと待って、出てきたところを狙う、顔出してきたところを狙う、顔出してきたところを狙う。よし、魔法を唱える前に行って隠れて行った、ダメだ